例えばなんですけど、フンニが嫌いな男って基本子供舌なんですよ。子供舌。酸っぱいもん嫌い、苦いもん嫌いみたいな。そう。そういう男は、汁を摂取したくないんですよね。そう。なので、こう、ベロって舐めるんじゃなくて、こう、チロチロみたいな嫌な舐め方、伝わってきます。伝わってきます。そう。やっぱりね、出たとしても、チンコって、まあ、言うて我慢汁程度よ。もう数 cc。で、まあ、ちょい苦、まあ、えぐ苦えぐくらいの感じですよね。で、けど女って結構出ます。数 cc じゃ、もう、まあ、もっともっと出ますね。多分ね、数十 cc は出ます。そして、味が、ちょっと、どうなんだろう。まあ、人によるとは言うけど、やっぱり匂いもね、人によってはあるやろうし。多分ね、男の、いや、性器までとは言わんけど、性器20%くらいのまずさだとすると、そう。で、やっぱりちょっときつくないっていうのはわかるんよ。わかるんやけど、それをジュルジュルしてこそ、それをジュルジュルしてこそ、君に好きって言っていいし、女にフェラをさせていいし。で、だから女の君にっていうのは、男のお掃除フェラと、イコールくらいのしんどさです。はい。なので、まあ、男は嫌なのはわかるけど、女がやって別に嫌やけど、やってんねん。けど、それをやっぱりしてくれる男こそ信用できる。全然しんどくないっていう人は、もう女が喜ぶから、いつでもしたっていいと思うよ。